NHK 都知事選開票速報で2位じゃダメなんでしょうか映像を流すがネットで話題。内容はこちら。都知事選の結果を受け、2位じゃダメなんでしょうかが話題沸騰のようです。では内容を見てみましょう。ゆるふわ怪電波埼玉東京都知事選の開票速報、蓮舫3位でこの映像を流すの草。やぶさめり。この状況で蓮舫さんの2位じゃダメなんでしょうかを流す NHK、 さすが。さらに日テレにも皮肉たっぷりに煽られる。日テレニュース NNN 都知事選、蓮舫氏2位にもなれず、日テレ出口調査。大田区議会議員荻野実、議員系 VTuber メタバース大田区議、日テレ煽るな。みかん4パチクソ煽り見出しクククク。他にも次のようなポストが話題。ああ、秘宝、蓮舫さん2位もダメだった模様。1位小池百合子、2位石丸伸二、3位蓮舫。仲間かえ、2位もダメなんですか。ビートきよしウィズ M、 なんで3番なんだ、みんなが2番じゃダメなんですかって突っ込むの見たかったのに。ミッソンミソ、蓮舫2位じゃダメなんですか。トミーじゃあ3位で。今回の都知事選で3位じゃダメなんでしょうかに降格ですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。2位にもなれずと書くか日テレ、2位にもなれずわらわらわら、受けるんだが、日テレさん無慈悲なタイトル、わらわらわら、見出し最高だろわらわら、煽る日テレわら、蓮舫さんテレビにもいじられてるやん、テレビ局もいじる鉄板ネタ、2位じゃダメなんですかは NHK でも流れたろ、みんなから嫌われすぎ、あの吐き捨てるような別件すぎるとか思うと、メディアの人からも好かれてはないかと。テレビに煽られるということは、蓮舫氏はテレビ業界にも嫌われているのかもしれません。次はこちら。共産党に支援してもらう算段で立候補した時点で負け確だったけど、思ってた以上に敗れて、思った以上に無党派一般層に嫌われたな。蓮舫自身ももちろんだが、周りで応援してる奴らがキモすぎる。共産党と前川喜平、市民連合がいい仕事した。ありがとう日本共産党、そして前川喜平。そりゃ共産党が共産したら拒否反応出るわ。蓮舫の支持者は明日からテロをやりそうで怖い。公選法違反しまくって選挙妨害までやった結果がこれ。公職選挙法違反での捜査が待ってます。この後、公選法違反で5年間公民権停止になれば完璧だね。選管さん検察さんお仕事ですよ。蓮舫氏は味方を背後から撃つ支持者のせいで、踏んだり蹴ったりな都知事選でしたね。次はこちら。秋高田氏すら帰れんかった石丸に負けるやつわらわらわら、石丸に負けたのはショックだろうなわら、 NHK に暇そりゃ茜の名前が出てるのでビビったわ、結構取ったんだな、早くお家に帰って犬に慰めてもらいな。まあどちらにしても明日から就活してくださいな、明日から一般人なんですから、他人に厳しく自分に甘くは就活に役に立ちませんよ。政界からは引退してテレビで左翼系コメンテーターとして生きたらいいよ。無職になった蓮舫氏、これからどうするのでしょうか。最後はこちら。何食わぬ顔して立憲民主に復党するんだろ、クク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 。こんな惨敗したら立憲に戻っても立場がないな。共産党は蓮舫を逃さないのでは。共産党、我々分かった、共産党に入党で共産党から出ればいい、泉もそう思ってるだろ、
共産から出馬かわら。共産から出馬。可能性は高いと思います。結論。そもそも蓮舫氏が共産党と組んだ時点で結果は見えていたと思います。何せ蓮舫応援団の共産党による度重なる公職選挙法違反に怪しい盆踊りや街中でのダンスに支持者による R シールを街中に貼りまくる犯罪行為等の暴走行為は目に余るものがありましたからね。蓮舫氏に投票しようと考えていた人でもあの蓮舫応援団の暴走っぷりを垣間見れば蓮舫氏から鞍替えしてしまうと思います。だから蓮舫氏は一刻も早く共産党による応援という名の妨害行為をやめさせなければいけなかったのです。それを放置したから3位じゃダメなんでしょうかに降格しちゃったんですよ。とにかく蓮舫氏は無職です。いつまでも打ち込んでいないで愛犬に慰めてもらいながら前を向き頑張ってください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。